1点差追いかけて9回の裏。レフト前ヒット1本。外、今のボールを金本がストライクゾーンが広くなったというんですよね。このボールが、アウトコースボールだと自分は見送ったんですよ。ところが今年は取られると、だから左バッターには遠い、だからインコース来た場合にどうしても詰まると、外意識するあまりね、そういうことを言うんですよね。なるほど。あ、タイミング合いません。確かに年齢とともにね、金本といえどもね、自分で締めたという感じで振ったボールがね、打てないんですよね。そういうことはやっぱりありますよ。おっと、ちょっと今のサイン違いですか。今のはサイン違いですね。フォークボールのサインでストレート来ましたね。キャッチャーフォークの打ち盛りで打ち切りに行ってますよ。どこに当たります。大丈夫ですかね、鶴岡。ツーボールツーストライク。さあ次が勝負。ファウルです。福岡も終わりました。ソフトバンク逃げ切りました。2対1勝ちが山田で6勝5敗。森福にセーブがついています。そして斉藤が負けて6敗目となっています。勝った当たりはフェア。ファーストゴロでワンアウト。金本出ることができませんでした。さあ次はもうこの人の一発に期待です。サークルには関本が準備しています。おそらく相手バッテリーはね、絶対甘いボールは禁物ですから、はい、アウトローを中心に投げてくると思うんですよね。うん、馬のようなボール振ってたらダメですよね。そうですね。まあ、バッテリーもしかしいきなりこう勝負球という感じで投げてきます。2対1、1点差。ここまでわずかに3安打1点。やはりこの高低の攻め。なかなかこうやはり球に力もありますけども、こういうどうしても振っちゃいますね。これでるには悪いですけどね、うまく攻めれば絶対打たれないというね、やっぱりあのパターンがありますよね。はい、だから失投だけですね。次は落とすのか。低めの変化球でいいんじゃないですか。低めの変化球もしくはストレートのもね、ボールになるようなボールを、はい、まあ、ストレートなら高めでいいかな。変化球は低めですね、絶対にボールになる。
あーっと振ってしまう変化球でしょ。ボールになって、ボールで正解なんですよね。考えられるんですね、こういうボールを振ってしまうというのは。とんでもないボールですよこれ。ボールからボールという感じですけどね。ベースボール、ベースの上でワンバウンドしてますよね。ツーアウトランナーなしで、あ、関本ではなくて新井亮太がピッチター起用です。まあどうでしょうか鈴木さん、交流戦の中でのこう明るい材料といえばですね、この新井亮太の奮起というのはね、この人ね、ありましたね。なかなかムードメーカーですよ。そうですね、ハッスルプレーしますしね、はい、この人はやっぱり私使っていってもいいと思うし、スタメンからね、はい、ガッツあるプレーしますしね、まあ、懸命さも伝わってくる選手ですし、交流戦でもご覧のように3割9分8厘ホームラン2本。今のマートあたりよりもこの選手のは期待できますよ、はい、この選手をライトで使っていってもいいんじゃないですか。ツーボールです。1点差、その1点差が非常に遠いタイガース。ここまでリーグ戦の再開、その初戦今日勝って5割に戻したい、その初戦ですが、9回ツーアウト、あーっと抜ける、一つストライク。ショートの右、完全取って一塁ヘッドスライディングアウト。試合終了、タイガースリーグ戦の再開初戦敗れました。5割に戻すことはできませんでした。ベイスターズの逆転勝ち。筒香の逆転タイムリースリーベースでタイガースを下しました。タイガースは3安打1点、内野ゴロの間の1点だけにとどまっての今日敗戦。